今日も仕事頑張ったし、まずはライライ亭でお酒飲んでからラーメンでも頼もうかな。はい、そんな方にはライライ亭の水ジンソーダとハイボールがおすすめです。ライライ亭には生ビールもあるんですけれども、それと一緒ぐらい、おすすめさせてもらってるお酒が2つありまして、ご紹介させてください。ライライ亭ってラーメン屋さんなのに居酒屋みたいにアルコールの種類たくさんあるんですね。はい、そうなんです。もうライライ亭に来ていただいてパッとラーメンを食べて帰っていただく方もいらっしゃいますし、居酒屋みたいにちょっとテーブルに座ってもらって、お酒を飲みながら最後締めのラーメンを行ってもらう方もいらっしゃいます。そうなんですね。じゃあラーメン食べる前に水ジンソーダとハイボールください。かしこまりました。すぐご用意いたします。はい、お待たせしました。こちらハイボールと水のジンソーダです。じゃあ水ジンソーダからいただきます。口当たりがすごいさっぱりしてて、揚げ物とかラーメンにもこれ絶対合いますね。美味しいです。じゃあハイボールいただきます。ウイスキーの香りもしっかりして、炭酸も効いててすごく美味しいです。これも絶対、揚げ物とラーメン絶対合います。はい、暑い時期にぜひこのライライ亭のお酒で、さっぱりしていただいて、他にもビールもございますし、また飲みに来ていただけたら嬉しく思います。